はい、じゃあ今日は5話からいきましょう。うん、日吉結局気になってきちゃってんじゃん。聞いて話でと、この道の先でってはずな。みんなついてきてる。森の中の廃墟とかさ、いかにもって感じだよな。ん、なんであんたらまでついてくるんですか。いいだろ別に。ガクトが面白そうだから行こうって。たく、あとべも暇なのみんな。俺たちに声をかけねえとはどういうつもりだ日吉。なんで。俺は一人の方が気楽だったんですが。ねえねえ、早く行こうよ。おいジロー、先行するのは構わねえが、俺たちから離れすぎるなよ。大丈夫だって、分かってるし。分かってなさそうっていう目をしている。どうした日吉。いえ、賑やかだなと思っただけです。へへ、楽しくていいじゃん。やれやれ。な、まだ着かねえのか。結構歩いたってのに。まさか迷ってんじゃねえのか。多分ですが、そろそろ。あ、見てあそこ、丸井くんがいる。丸井くんかい。何してんだ。へへ、行き先同じだったりしてな。そうそう、なら一緒にいた方がいいよね。丸井くん。いなくなっちゃった。ああ、離れすぎちゃうよ。おい、ジェロ、待てって。おい。よし、なんだ。何ですか。ほう。どうやら目的地に着いたみてえだぜ。おーん。ん、いい。見てみろ、あそこ。おー、あ、そっか、仁王って、そうだったのか。今回出てくるんだね。完全に忘れてたわ。てか、なんなら俺これ持ってる気がするわ。 SR かな、わかんねえや。これで違ったら恥ずかしいからやめとこう。猫ちゃんかわいい。やっぱ仁王と猫はちょっとやっぱ合うよねっていうことなんだろうね、多分ね。うん、何考えてるかわからん同士でいいよな。はい、そろそろかの。なんだ、何がだ。にゃーん、何がだ。やはりここは落ち着くぜよ。なんだ、終わり。おお、ブンタ。え、てかこの背景何。ここ何、これ、ここどこ。待たせたな。おまん一人か。ああ、やっぱ気になっちまったからさ。楽しみじゃの。さあ、じゃあ第6話。てかここは何、すげえ。マリカ、おお、いきなりジロー。はい。いや、元気いいね。完全にバチバチに起きてるもんね。さすが丸井くんってすげえや。マリカ、マリカ、イエイ、やっと追いついた。うるせえ。ん、ジロくんじゃねえか。偶然だね、偶然なの。賑やかな来客じゃの。うん、不気味な雰囲気って感じじゃねえな。まあ、ジローのせいじゃない。ジローのせいだと思うよ。うん、作りや調度品を見る限り、もともとは神聖な場所だったはずだ。あ、ほうですね。よし。いや、なんかなんでそんなしょんぼりしてんだろうと思ったらそういうことか。なんだよ日吉、お化けがいないからってがっかりすんなよ。いえ、してません。ふーん、ま、探せば面白そうなものが見つかりそうですが。うん、いろんなものが散乱してるな。おい、灯台に古書、ステンドグラスのかけらも落ちてるな。お前ら間違って踏むんじゃねえぞ。ああちこちボロボロだね。うん、式をあげるとかふざけたこと言ってましたが、そんな雰囲気じゃないですね。式？なんの。
だからそれは冗談なんだって。知りません。え？あれ、準備の手伝いしに来たんじゃねえの？ああ、てっきりそれで来たのかと思ったぜよ。てめえら何か知ってるのか？実は、その前に、なんだ？新たな客人の到着みたいじゃき。誰？ここで終わっておきてーけど、次も行こう。はい、じゃあ第7話行きましょう。ん？お、柳蓮司さんじゃないですか。おや、人が多いな。ああ。そっちこそ、ゾロゾロ引き連れとるの。おう。おう、剣屋も。おう、やっと着いたわ。はあ。ガラクタだらけじゃないですか。ん？そうなんですよ。そう教えてやったはずじゃ。あ、そうだ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 、そういえば言ってたね。ん？思っていた以上にひどく散らかっていますね。美しい調度品も、これでは台無しです。ゆうたくん。取り掛かりますよ。わかりました。おお、ゆうたくん。え、ゆうたくんもこれキャラなの？あ、そう。水木が指示出したら本当一生懸命やるよな。はい、ってことで頑張ってやってるわ。まったく、どこもかしこも埃だらけじゃないですか。はあ、これ綺麗にするの大変そうだ。廃墟の掃除する意味ってあるんやろか。ほんとそれ、それはマジでそう思うよ。素敵な場所なんですから、せめて手入れぐらいはしておきたいでしょう。そうかな。さあ、君たちも手伝いなさい。掃除の鬼になれ。手伝ってもらえると助かるので、よかったらお願いします。なんで手伝ってもらえると助かるのってか、なんで綺麗になると助かるのか。いいだろう。いいんかい。お、俺も手貸すで。スピーディーに片付けたる。そんじゃ、なら俺はクモの巣でも払っておくかの。ああ、ありがとうございます。はあ、なんやこの流れ、ほんまやで。なあ、みんなは掃除しに来たわけじゃなかったんだよな。せやけど、まあしゃあないわ。まあ流れがね、流れすぎてね。なあ、そういやユージは、ユージ、ああ、ここにおるんやと思っとったんですけど。15時半になるまで時間あるな。はあ、小春とユージの話っぽい雰囲気出してるけど全然出てこねえな。ちょっと小春が出てきただけじゃん。なんなんだ。さあ、じゃあ次行きましょう。